より美しく、より和やかに、原民き。ペンクラブの一行と別れて、私はまだ広島に滞在しているわけだが、今朝は久しぶりで、剪定や時葉橋から、ぎつの方を歩いてみた。剪定の川岸には、頭に白い手ぬぐいをかむって、何か働いている人の姿を見かけた。 時は橋の踏切の付近では道路を直している人たちを見た。広島は絶えず今も刻々に復興の途上にあるのだろう。だが、鶴羽神社の静かな堀のところまで来ると、私はこの辺りに真っ赤な死体や真っ黒い顔の歌唱者がゴロゴロしていた時の情景をすぐ思い出す。 昔の松の並木を忍ばすように、松らしい大木の幹がたった一本道路に残っていたのも、私にとっては胸を潰すような感じがした。今度のペンクラブの人たちには、広島はもう以前ほど凄惨な印象は与えなかったかもしれない。それほど広島はすでに廃墟の姿から構成されている。 だが、やはり、この土地を訪ねてみてよかったと、遠来の客はみんな言っていた。私もいよいよ、明日は東京へ帰るのだが、この次にまた、広島を訪ねるときは、この土地が、もっと美しい、もっと、和やかな街になっていることを祈っておく。なお、二三の文学グループから、座談会の申し込みもあったが、何しろ、 修学旅行のように忙しい日程だったので、意に沿うことができなかったのを詫びておく。日本ペンクラブ会員、広島市上町出身。